1680年、西暦2020年、令和2年、9月9日、0時56分です。ちょっと眠いです。眠いです。歯磨いて寝ようと思いますけれども、今回の動画は、原因を自分に見つけるっていう動画なんですよね。よく原因を相手のせいにするっていう人っていると思うんですよ。僕もね、僕も未だにそういうところあるかもしれないですし、いや、もっと未熟だった頃は、いや俺は正しい、相手は悪いみたいな、そういう見方で見ることとかやっぱあったと思うんですけど、まあ、うん、昔とか、まあ今でももしかしたらあるかもしれないですけど、昔より多分ね、少なくなってきたっていうのがあると思うんですね。だから、昔はなんか例えばイライラするとか、もう腹立つわみたいな。でもそれちょっと僕、松本さんとかの影響あるんで、考えられへんみたいな、そういうのもあったんですけども、でもなんかこう、ね、イライラすることとかカリカリすることとかあって、で自分は正しい、で相手が悪いみたいな、そういうやっぱ人間未熟な人間というか、でそうするとやっぱ同じようなことがまた起きるわけですよ、なんとなく。そうするとあれ、なんか俺に原因があるのかなとか、そういうの気づいてくるわけですよね。例えば今までイライラしていたようなことがイライラしなくなると。自分が変わったから。同じこと起きても、なんかイライラしなくなると。もしくは、逆に自分がなんか、自分の振る舞いのせいで、相手がなんかやらかしちゃって、その結果俺がイライラするみたいな。空気を作ってたとか。そういうのもあるかもしれないですし、例えばね、ね、お付き合いするとかでも、毎回なんか、同じようなこと、自分は悪くないと。相手が悪いみたいな。そういうようなのってあるわけじゃないですか。でも毎回同じようなことで別れるみたいな。そうなると、あ、それはやっぱ自分に原因があるのかとか、そういうのがあったりするじゃないですか。まあ、お付き合いとかじゃなくても同じようなことが毎回毎回起きるって、やっぱそうなってくると、まあ、普通の人間であればやっぱ気づくわけですよ。やっぱこれってひょっとして自分に原因があるんじゃないかみたいな、気づくと思うんですよね。で、まあ本当は1回目とかで気づいた方がいいと思うんですけど、やっぱ人間ってやっぱこう未熟な部分があって、ね、自分は間違ってない、正しいって、普通に考えて自分はおかしくないっていう風に思ってしまう、こう固定概念みたいなのあって、いやでも見方を変えると、あの時こうだったな、もう少し俺がこうしてれば、私がこうしてればとか、そういうのあるわけですよ。なのでそこを変えていくと、そこを変えるとか自分を変えていくと、相手周りも変わっていくっていう、でステージが上がる、レベルが上がっていくと思うんですよね、だから原因を相手に見つけると自分は成長しないわけですよ。相手のあらを探して、いや自分は正しかった、相手が悪いっていう、そうすると自分は成長しないわけですよ。だから自分、相手も悪かったかもしれない、でも自分にも悪いところがあったかもしれない、でそこを探していくことによって自分が成長して、今度同じようなことがあったとしても対応できるようになっていくと思うんですね。はい、ちょっとストップします。はい、だから例えば、まあ、いじめ、浮気、DV だとか、まあ、もうそれをされたら相手が悪いみたいなのあるじゃないですか。だから自分には悪くない、相手が浮気した、DV だ、いじめでした、でそこで思考停止しちゃうと成長しないわけですよね。だからじゃあどうしていじめられたのか、どうして浮気されたのか、どうして DV されたのかと、そこでね、本当に相手が悪いケースもあるだろうし、いや、もしかしたら自分に落ち度があって、あの時こうすれば、もしかしたら防げたかも、もしかしたら別の展開になってたかもとか、そういうのあると思うので、なので、まあ、相手が悪いっていうのはあったとしても、いや、じゃあ自分に改善点はなかったのかとか、そういうことを考えることによって、もしまた次に同じような機会があった時に、改善できると僕は思うので、それが本当の成長なのかなと思うんですね。だから相手を論破するとか、自分は正しい、相手が悪いっていうのをこれ証明したってしょうがないわけですよ。証明して、あ、そうですかで終わるわけで、まあ、そこじゃなくて、じゃあもし同じようなことがあったとき、次どう対応できるか。相手は別にただね、勝ち負け決めるわけじゃないわけですから、本質はより、良い状況、良い空間、良い結果をもたらすことであって、自分が勝った、自分が負けたとか、そういうことではなくて、自分が正しい、自分が正しくない、相手が悪いとか、そういうことを決めることが目的じゃなくて、より良い、
世の中、より良い人生、より良い社会を築くことが、本質だと僕は思いますので、もしね、なんでうまくいかないんだろうとか、自分は悪くないのにとか、そういうふうにね、考えてる人がもしいたとすれば、そこら辺をね、ちょっと、掘り下げて考えてみたら、どうなのかなと、思います。それがね、真の成長につながるのではないかなと、なんとなく思います。ということで、後藤輝樹でした。お前ら愛してるぜ。